から自分が一番説明で使わせていただくのが、エンジンオイル交換した後みたいな感じのが一番出やすいです。カーボン取れることによってそういう状況が生まれますっていうのは説明させていただきますね、よく。なるほど。この機械が1時間あたり1500リットル水素を流せるみたいなので、水素の役目っていうのは燃焼室内に入ると、すぐにカーボンと結びついて炭化水素という物質に変わります。炭化水素という物質になると非常に燃えやすくなるので、エンジンの中の爆発を使ってどんどん燃やしてなくしていくっていう成果です。おー、ですね、一応200馬力以下は16500円になっています。で、施工時間は、基本は45分です。201馬力から、まあ、うち1000馬力程度までやれるんですけど、は施工時間が90分で、で料金は3万3000円です。これお願いしたい場合ってどうしたらいいですか？グッドワン福岡のホームページを見ていただくか、まあ、あとインスタからでも Facebook からでも問い合わせいただければ、お電話も載せてありますので気軽にお問い合わせいただければなというところですかね。反対にどうもカーボンクリーニング、燃焼室内につくカーボンを取るための施工なんですけど、カーボンがつくと黒煙が出たりだとか振動が出たりだとか、あとエンジン音が悪くなったり、そもそものその性能低下ですよねを招きます。で、カーボンがつくメカニズムっていうのは結局カーボンの元となるものは燃料だったり、あとはエンジンオイルだったり、その油分ですよね。それがどんどん加熱されて蒸発していくと、すだち状でドロッとしたやつが変わります。それがさらに加熱されると、カーボンという焦げ付きに変わります。で、エンジン燃焼室内の不完全燃焼がカーボンを生み出しますし、今度カーボンがいっぱいつくことによって不完全燃焼を誘発させます。カーボンがつき始めると、どんどんもう負のスパイラルに陥っていくっていう形ですかね。で、それを取ってあげると、本来持ってるエンジンの性能に近づけてきますし、うちが推奨しているのは、まあ、大体1000時間ぐらいに1回。今回ディーゼルですけど、はい、ディーゼルだけですか施工は？ガソリン車もガソリンエンジンもできます。あ、そうなんですね、はい、体感できる効果ってどの辺がありますか？はい、多分エンジンの回転が軽くなっただとか、うん、静かになっただとか、あと振動がちょっと落ち着いたっていうのはもしかしたら体感すぐでしていただけるのかなと思います。まあ、さっき言った回転が軽くなったりとか静かになったりが一番多いです、多いと思います。はい、原理としてはどういう原理で綺麗になっていくんですか？ですね、これ水素ガスを送らせてもらってるんですけど、まあ、水素ガスとカーボンというのは非常に結びつきやすい性質があって、それを利用して燃焼室内まで水素ガスを送り込んで、そうするとカーボンと水素ってすぐ結びついて炭化水素という物質が変わります。その状態だと非常に燃えやすくなるので、エンジンの中の爆発を使ってどんどん燃やしてなくしていくっていう成功ですね。ああ、なるほど。じゃあ使うのはもう本当に水素だけ？はい、はい、は水を電気分解するので、だいたい割合としては水素が7割弱、酸素が3割強入ってます。なるほどなるほど。まあ、水素の役目っていうのはさっきお話しした通りなんですけど、酸素の役目もございまして、カーボンを燃やすときに燃焼を促すために酸素も一緒に入ってます。で、排気されるそのクリーンになって、はい、エキゾーストから出てくるのは水とカス、はい、ですね、本当はその汚れが取れてますよっていうぐらいにそのカーボンが出てきてくれればいいんですけど、はい、カーボン自体は燃え尽きてなくなってしまうので燃焼室内に出てくることはないんですけど、今度その燃焼室内からもちろんカーボンが燃えたガス、燃料が燃えたガス、
で水素が燃えるとまた水に戻ろうとする性質があるので水蒸気として出てきます。なるほど。でその水蒸気が今度はあの排気側のポート内マニホールド内、うん、ターボの排気側ですよね、あとまあ煙突の、まあ、ある一定部分ぐらいまでは作用してくれて、であのそこについてあるすすを剥がしてで出してくれます。まあそれがあのエンジンの回転が軽くなったっていう感じになると思うんですけど、これが施工が終わったらもう少しこうおとなしく思うんですけど、ただそのボンマウントなんで、はい、ずっとエンジンはやっぱり揺れるんで、はい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 、その振動の変わる場合は難しいのかなっていう気はするんですけど、エンジン音も一緒に取れるんで、まあ、その違いは多分はっきり出てくると思うので、あのハンドルがキンキン専用になったっていう話を延々としてる時あったら、いや本当は非常ベルなんか言うぐらいになりよったんだよな、あの外のハンドルの外のハンドルの、あれがなくなっただけでもだいぶ、あのロッドホルダーが作れてなくなってたんで、はい、あとラスト1個ですから、元々8つ1個だったんですよ。これが全部あの振動で外れてある振動は全然変わったと思います。音が、ああ、うん、落ち着いたようなこのディーゼルの本来のいい音というかになったのかなっていう感じがしますけど。振動も大丈夫かな、はい、特にこれが一番揺れるんで、ね、あ、そうなんですか。いや、これフリーなんで、それがだいぶ減ったようには思います。そうなんですね。前と施工後で、まあ、今乗ってて全体の揺れの方が減ったような感じと、あと白煙の方がだいぶ減りました。足元に来るその振動ブルブル感って減ったっすよね。減りましたね。だいぶ音もだいぶ静かになったと思います。カンカンいうか、なんか高い音がなくなった気がしますよね。そうですね、だいぶ音が小さくなって、まあどうですかね、だいぶ変わったとは思います。なんかおすすめできる感じですか、オーナーさん的に。走行距離がいいとか、まあ、ある程度不満がある人はやってみたら変わるかなと思います。価格もあれですもんね、ケミカル1本使ったような価格ですもんね。そうですね、ケミカルを使うのとあんまり変わらないかなと思います。どうですか。ありがとうございます。どうもありがとうございます。